お、始まりました、はい。現在アジアカップ男子ファイナル2戦目ということで、そうですね、はい、2戦目です。1戦目の結果ちょっと教えていただけないでしょうか。1戦目がですね、はい、日本代表が惜しくもですね、はい、フルセットの末負けてしまいまして、フルセットの末、あ、はい、3本勝負で2勝した方が勝ちなんですけれども、はい、これが今それの2試合目ですね。ここでじゃあ日本が勝つことによって3戦目また戦えることができる。そうですね、日本が勝って初めて3戦目が、なるほど、ってところですね。じゃあここでぜひとも勝っておきたいっていう、もう何としても勝ちたいっていうところですね、はい、オーストラリアとはもう去年、はい、は世界大会の予選のアジア大会でやっていて、そこで負けてしまってるんで、はい、その雪辱を何とかして果たしたいっていうところですね。前回世界大会予選の時は、どのような結果でオーストラリアに負けてしまったんでしょうか。ですね、5試合ほどやっても、はい、ほぼ2対3ぐらい、いや違いますね、1対4ですね。1対4、なるほど。しっかり負けてしまったので、こう今日こそはここでそのマッチを取って前回との成長をちょっと見せつけたい。いや、見たいところです、本当に、はい。ということで、ちょっと今のスコアの状況を言いますと、今ちょうど1対0でオーストラリアが第1ゲームを取って、今これ第2ゲームですね。第2ゲーム、はい。日本の選手が草壁選手と前田選手になります。はい、日本チームの強みとしてはどのようなところがあるとお考えですか。そうですね、日本選手まず奥の、今サーブを打っている草壁選手の方が、はい、日本でのランキング2位っていうところで、日本ランキング2位、はいはい、でしかもこの草壁選手、先週まで2週間ほどスペインで修行してたんですよ。2週間スペインで修行、はい、でそれの修行を終えて初めての今日の試合なので、果たしてちょっとどのレベルまで強くなっているのかというところ、まあ、その成長の過程というか、どこまで進化したのかなというのがちょうど非常に気になるところですね。その2週間ほどのスペイン修行っていうのは、その日本パデル協会の協会遠征みたいな形で、あ、もう自費です、自費で、そこはもうなるほど、はい。であと今ちょっと前田選手見せてしまいましたけど、はい、前田選手も日本のランキングでトップ10に入っている、非常に安定している選手というところで、はい、なるほど。普通のパデルだとバック側の選手が、はい、ここで前田選手ですね、右奥の選手がアタックとか攻撃の要を結構握るんですけど、はい、この場合は左側の、左利きの草壁選手がまあ攻撃の要を担っていて、前田選手はしっかりコントロールとかして試合の流れをまあ落ち着かせるポジションなのかなってところですね。どちらかといえば前田選手は守備の方をメインということで、そうですね、そうですね、やっぱその選手の利き手とかによって、なんていうか柔軟な、フォーメーションの配置みたいなのが変わるっていうのも、またなんていうかな、パデルの作戦の一つになってる。そうです、なるほど。現在は日本がサーブ権を持っているという状況ですね、はい。もうちょっとでゲームが終わるので、はい、そこでまたナイスサーブセンター、いやー、ナイスショットです。草壁選手のサーブが綺麗に決まって、はい、で相手がチャンスボールを上げさせられて、草壁選手がしっかり決めるっていう、しっかり決める、あ、素晴らしい流れですね。相手にチャンスボールを打たせるっていうのが、なんか相手、なんかさっきの、得点、草壁選手の得点で言えばどこがポイントを、あれはもうサーブですね。サーブでしっかり相手が返しづらいのを打ったっていうのと、それを草壁選手がちゃんと見越してちゃんと前に詰めてたっていうのが、大きいですね。非常に良い動きでした。なるほど。相手が打ちづらい、サーブというかボールを返すのがミソっていうですね、はい。で、今ちょうど日本選手が1ゲームを取って、これで今1対1、1-1ですね。並んでるっていう状況。はい、で、再びオーストラリア選手のサーブになってきました。はい、ちょっと画面が乱れてるのがちょっと面白いですね。はい、現在日本チーム1ポイント取りました。相手チームのオーストラリアチームの、ちょっとそれ調べなきゃ。あー、どうも難しい。いい
サーブですね、はい、横の壁、サーブを打って横の壁の近くに弾ませるのが非常にいいサーブと言われるんですけど、はい、今非常にいいサーブでした。その横の壁付近に向かってサーブ打つことによるメリットっていうのは具体的に必ずあの壁に当たって返球しなければいけない、または壁を使わないで返球しなきゃいけないっていう判断をしなくちゃいけないので、はい、非常に悩まされるっていうところでミスが起きがちって、まさしく今ミスさせられたって私ですね。で今オーストラリア側の選手が最後にポイントを取ったんで、オーストラリア1ゲームですね、はい、でこれでカウントがオーストラリアから 2-1 で日本1ゲーム追う形です。形、はい、何ゲーム取れば1マッチ、1マッチ取ったことになるんで、はですね、6ゲーム取ったらそこで1セット取ったことになって、この大会は3セットマッチなので2セット取ったら勝ちになります。はい。ちなみに第1試合はもう2時間近くの超長い試合になりました、はい、実況の方もまず結構疲れたかなと思うんですけど、この試合もですねどうなるかなというところですね。はい、まあ、ぜひとも白熱した試合を。そうですね、そんなもんで日本には勝ってもらいたいですね、なんとしても、はい、なんとしてもアジア予選での雪辱を果たしてほしい。そうですね、欲しいところ。コメントもいろいろいただいてますね、はい、日本、頑張れ日本、ありがとうございます、応援したいところ。はい、やっぱりアジアカップ開催地の開催地国である日本なんで、やっぱりなんていうの、開催国としてプライドもあると思うんで、なんとしても勝っていただきたいところです、はい、さあ2人が入ってきて、こちら前方が日本代表で、そうですね、手前がそうですね、後方がオーストラリアでございます、はい、今選手の2方は作戦みたいなの、そうですね、どうやって1ポイント目入っていこうかとか、そういった話をずっとしているのかなというところですね。やはり作戦 もう試合状況によって柔軟に変えて、柔軟にですね、本当に相手が速いペースで来るとか遅いペースで来るとかでどんどん変わってきます。なるほど、前田選手からサーブでスタートです。はい、でさ2人サーブ、前田選手打ちました。オーストラリア代表のさ2人の名前をさ、ラリーが前には続いております。とおっと、ここはあとさ、だからオーストラリアがまず1ポイント先取いたしました。お水とだからどっちが伸びたいですか。あ、お水で水1だから1。前田選手のサービスですね。あ、いいリターンだ。相手が打ち上げたボールが高かった場合はもうスマッシュ決めるっていうのが鉄則なんで、それは結構難しくてですね、はい、パデルの特徴でもあるんですけど、はい、スマッシュ打ってもですね、後ろの壁使っちゃえば、まあ、そこまで怖くはないっていうのが、やっぱり必ずしもスマッシュっていうわけじゃないんですよね。そのスマッシュで決めるよりも絶妙に相手が打ちづらい場所に向かって打つっていう、打ちづらいところを打つっていうのが一番大事ですね。このように壁を使って返す。そうです、そうです。おー、すごい、いいボール、取りづらいですね、あれは。2つの壁を使って返さなければいけないので、反射を2回考えないといけない。そうです、そうです、2つの壁をどう跳ねてくるかなというのを考えた上でやらなきゃいけないという、反射の予測みたいなもう長年の経験感。そうですね、経験が大きいですね。日本代表選手のお二方、前田選手と、草壁選手、それぞれパデルの競技歴はそれぞれ何年ぐらいになるんですか。それがですね、草壁選手は 2,3 年かなというところで、はい、前田選手もそのぐらいかなというところですね。そもそも日本にパデル来たのが、はい、まあ、大体5年ほど前になるので、まだまだ若いスポーツではありますね。これから成長が期待できる。そうですね、これからもっともっとアジアも含めてですね、はい、盛り上がっていきたいところですね。パデル、確かスペイン発祥とお聞きしたんですけれども、そのアジア、そもそも日本を除いてアジアに伝わったのは一体何年ぐらいなんですか。アジアに一番最初に伝わったのはちょっとどこなのかな、ちょっとまだ自分もちょっと分かってないんですけど、はい、もう日本が最初なのかな。でもそのレベルですね。オーストラリアもここ数年でパデルコートができて、横でやっ、今日はさっきもやったんですが、カタールや、はい、インド、インドはもう今年初めてコートができて、
カタールも2年ほど前って聞いてますね、うん、なんかまだまアジアでは本当に新興スポーツ、これから 5年10年経っていくとどんどん、そうですね、もう競技人口爆発的に増えてほしいなと、はい、思ってるところですね。現在両チームラリーが続いていますが、ちょっとミスがちょっと出ちゃいましたね。オーストラリアチームのサーブです。センターにサーブがありました。ナイスキャッチ、草木選手しっかり返して、ネット触ってしまった。ネット触ってしまうとダメなんですね、はい、じゃあさっきの場合だとオーストラリアチームのポイント。そうなります。今サーバーがマリウス、うん、マリウス選手、マリウス選手、フォアサイドチーム、フォアサイドがティム選手。なるほどですね、ありがとう。クリキショー、しっかりここは日本1ポイントを獲得しました。ナイスラリー。現在オーストラリアのサーバーがマリウス選手。そうです、マリウス選手ね。あー、足に当たっちゃった。難しい、難しい。日本チームなんとかオーストラリアに追いつきたいところです。追いつきたいところですね。ここで負けてしまったらもうその時点でも日本代表敗退決定ですので、なんとかこう盛り返してもらいたいところです。あと1セット、ここが今がそういうかな、ちょっとセットゲームワードを確認しましょう。はい、やはり、日本代表チームのなんていうかデメリットとしてはやっぱり体格の差みたいなのが大きいんでしょうか。体格は非常に大きいですね。やっぱ大きい人であれば高いボールに手が届いてしまうので、パドルはやっぱ遠くではないや、ごめんなさい、相手をちゃんと後ろに下げさせて前を取っていくっていうプレーの方が点は取りやすいので、はい、相手を後ろに、そうですね、下げさせたいんですけど、背が高いと相手を下げさせたい、高いボールに届いてしまうっていう、ジャンプしたら届いちゃ う, う、そうです、そうです、そうです。相手を下げさせることによってどのような、相手を下げさせてその分自分たちが前に行くっていうプレーですね、はい、ナイスプレ ー, ー, プレー。しかしもうネット触ってますんで、これは届いてナイスキャッチではありましたが、ネットタッチでオーストラリアのポイントですね。いや、ぜひとも追いついてほしいところです。間違いないです。草壁選手のサーブです。現在ラリーが続いております。コントラが強い。自分側のコートのガラスを使って返球することも可能なので、はい、ただ今の場合はその返ったボールがもう相手のコートに入る前に、はい、相手のコートのガラスにぶつかってしまったので、日本側の得点ですね。なるほどね。さっき壁を使ったその返球も可能というのがやっぱパデルとテニスの違い、大きな違い。スラビック坂部選手のサーブです。坂部選手も返します。今のは先にから金網なのかな。オーストラリアのポイント、オーストラリアのポイント、草壁選手のサーブです。お、ナイスボレー、ナイスボレー。やっぱ先ほどのプレーもやっぱ2回壁を当ててるのが難しいですよね。この波に乗って日本がポイントできるか。いや、追いつきたいところです。選手に返します。え？坂部選手のサーブです。一緒って。ました。あ、そういうことだったんです。サーブの人かと思って。今さゲームカウントわかる。ました。
オーストラリアも返します。現在ラリーが続いております。もう背面キャッチ、おお惜しくもアウト。はい、背面キャッチのようなのもパデルだと結構出やすい。あまりなかなか出ないです。ちょっと平野さん自身はそのパデルの試合中に待ってまた抜きとか背面、あでも狙ってやるというよりかはもうボールがどこに行くかわからない時があるので、その時にやむなく背面とかやむなく股抜きはありえますね。なかなかそんな狙ってできるものではない。ちょっと難しいですねあれは。さあ壁選手のサーブです。しっかり詰めて、やっぱアタック攻撃の要、草壁選手ってことでしっかり役目を全うしてますね。攻撃の草壁選手、守りの前田選手ですね。このまま草壁選手に切り込んでいってほしいところです、うん。返した。ラリーがついてる。あっ、オーストラリア選手は基本的に1球1球のパワーが強いんですよ、はい、あ結構ボールが壁に当たって前に飛んでしまうので、うん、取るのが結構大変なんです。反射の角度もちょっと速くて予想しづらいって感じ。あと速いんでもう反応、はい、考えては分かるんですけど、思ったより前に飛ぶって追いつかないんですよね。だからちゃんとボール速いんだよっていうのを認識した上で1歩目早めに動く必要があるんですけど、はい、なかなか慣れるのも大変だっていうところで。なるほど、やっぱパワーがやっぱどのスポーツも。いやパワー違います、本当にオーストラリア選手は。あー、アウトしてしまった。坂部選手、坂部選手はですね、まだ22歳で、はい、大学院生でこの前卒業を決めたところなんですよね。違うか、24ですね。まだ若いプレイヤーです。ルーキーと言っても過言ではない。ルーキーですね。おっ、ナイスキャッ、ナイスキャッ、ナイスショット。前原選手ナイスショットだ。今のナイスショットです。日本1ポイント取りました。よかったよかった。草壁選手のキャッチも良かったですね。はい、やはり、2人ずつ戦うところなのでコミュニケーション、そうですね、コミュニケーションがめちゃくちゃ大事です。うん、あーちょっとその次にミスが出てしまった。悔しい。オーストラリアのサービスです、はい、日本なんとか波に乗って点を取りたい。これもね、早いんですよね。パワーが強いからこそ。日本同士だとあのスピードだとどっちかなって一瞬悩んでその後動いて間に合うんですけど、あのスピードだともう間に合わないですね。考えた瞬間ボールはもう動いてしまってるみたいな感じですね。現在ラリーが続いております。あれ選手の前田選手、しっかり確実にボールを返しております。惜しい。前田選手からも悔しい声が出ましたね今。先ほどのようにラリーが続きやすいっていうのもパデルの特徴、特徴です。決まりづらいって認識ですかね。うん、あーあーすごいショットだ。先ほどの大きいし強いショットはどういうところがやっぱり、なんていうか、あのポイントになるんですか。先ほどオーストラリアが日本に決めた、あ高くやってるやつですよね、はい、あのレベルのボールはもう相当前に詰めてとかじゃないと打てないんで、はい、やっぱそれまでの展開っていうのが一番大事かなと思いますね。やっぱ日本の選手まだオーストラリアのスピードにちょっとまだ慣れてないってところはある気がして、ちょっと後手後手に回っちゃってしまってますね。試合の中でどんどんそのスピードに慣れていって、そうですね、慣れていってほしいところですね。ちょっとゲームカウントを見てきます。はい、
現在日本とオーストラリアの試合が行われております。1戦目はすでにオーストラリアがマッチを獲得しています。ここで日本チーム何としても勝ちたいところです。手前側が日本チーム、後方がオーストラリアチームとなっております。坂部選手のサーブ、前坂部選手のサービスです。今ちょうどですね、オーストラリア側が1セット取りまして、日本から見ると今 0-1 の状況で第2セットが始まってます。今第2セットが始まった。はい、はい、返しました、前田選手。ボレーが続いて、ナイスコース、動き良くなった気がしますね。ボールに速さも慣れてきたってこと。それもありますね。しっかり日本側が優位性を持ってゲームを進められてます。はい、坂部選手のサービスです。いやー、ナイスサーブ。おー、ナイスアップ。しっかり壁に速さがあってスピンもかかってるので跳ねないので、本当に取りにくいボールですね。ナイスサーブです。これもいいサーブ。いやー、坂部選手、坂部選手いいスピード、サービスが冴えてます。素晴らしいですね。やはりボールが上がらないとその分姿勢とかかがめないといけなくて、そうなんですよね、打ちづらい。どうしても持ち上げないとダメなので、持ち上げちゃうとそれがもうチャンスボールいきそうになってしまうっていう。坂部選手サービスです。来ました、前田選手、来ました。激しいラリーが続いております。両者一本譲りません。ナイスキャッチ。ここで決めたい日本。おお、ナイスラリー、ナイスラリー。今回日本のポイントということで、ですね、いい形でキープしたかなって思いますね。はい、よいしょ。このまま持ちセットを増やしていきたいところです。そうです。手前がオーストラリアチーム、コート後方が日本チームになります。オーストラリアチームのサービスです。サーブが入ってから金網に当たるとフォルトをやり直しですね。はい、うん、いいリターン。ラリーがついている。ナイスキャッチ。ちょっと浅かったか、浅かった。前田選手いいキャッチだったんですけどね、はい、ちょっとその後のボールが甘くなってしまって、今のように外に出されてしまいました。惜しい。オーストラリアチームのサーブ、打ち直します。いやー、ちょっとギアオーストラリアも上げてきましたね。速いペースから打ち込んできたので、はい、日本はまたそれに対応しなきゃいけないということですね。いや、いいサーブだー。いやー、さすがに難しい。きついですね。あの速いサーブはかなり強力ですね。
サーブで崩してしっかり次のポイントでまた打ち込んできますので、プレッシャーも結構かかるかなと思います。頑張って返してもどうしても甘いボールを打ち返してしまう。その次でやれてしまうことが多いので、速いボールなので、はい、どうやって返すかって考えなきゃいけないんですけど、はい、なのでそういった面で結構メンタル的にだん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 ダメージが積み重なっていってミスをしてしまうっていうのが結構多いですね。今のは触ってしまったということでゲームです。オーストラリアチームが1ゲーム返しました。再び並ばれてしまった。そうですね、はい、2ゲーム目先に取るのはどちらになるんでしょうか。ぜひとも日本のチームがキープしてほしい。はい、キムカ前田選手、いやーナイスボールだな。ガラスに沿ったような鋭いボールでした。はい、いい感じですか。前田選手のサービスです。打ちました。返した坂部選手。お、ナイスラリー、ナイスラリー。ここは日本チーム、オーストラリアチームのミスを誘発しました。フィティオール、フィティオール、続いております。なんとか日本チーム1ポイント取りたいところ。オーストラリアチーム素早い。いやいいコースだ。さっきまでああいう上から打つボールをここから見ると右奥クロスに打つケースが多かったんですけど、はい、ストレートに打ってきたんで坂部選手対応できなかったですね、うん、予想外の方角、ね、逆の方向を打ってきました。フィフティサーティー、次に前選手返していきます。ロブ、おお、ちょっとラッキー気味ではありますが相手を揺さぶりました。はい、あ、ここからサーティオール、サーティオール、日本マリナーズの皆さんのサービスです。しました。両チームラリーの応酬が続いております。マリオ、決められてしまった。オーストラリアチームのポイントです。日本の試合だったらあの高さは結構抜けるんですけどね、はい、抜けて相手が下がらなきゃいけないんですけど、はい、オーストラリアチームめちゃくちゃ背高いので届いちゃうっていうところですね。腕も長いので、30-40、ちょっとブレイクポイントを与えてしまいました。なんとしても追いつきたい日本。ウルカマラ選手、いやー、オーストラリアもいいリターン打ってちょっと前に上がるんですけど、はい、普通より上がらないんですよ。ちょっと後ろ目でボレーのポジションで待ってるんで、はい、ちょっと高いボールを打つとも全部スマッシュされちゃうところでちょっと攻めあぐねちゃいますね日本も。ということで今これで 1-2 で1ブレイクされた形です。やはりオーストラリアチームパワーがあるだけにスマッシュ打たせてしまうともうなかなか対応しづらい。パデルに関しても世界ランキングのようなものって存在するんですか。ありますね、ありますけど多分アジアの選手は一人としてトップ50には入ってないですね。基本的にヨーロッパと南米で盛んなスポーツで
まだちょっとアジアはまだそこまでたどり着いていないという感じですね。そもそもパデル自体はスペインで一体いつ何年ほど前に誕生した諸説あるんですけどね、はい、だって40年ぐらい前に生まれたっていう話が有力だったりしますね。で大体40年で結構スペイン上ではかなり、プレイヤーを伸ばしてきて、はい、で今はもうスペイン内では第2位のスポーツ人口を誇っているスポーツになっているというか、アジアもそれに続きたいなという気持ちはあるという中で、じゃあ始まりました第4ゲーム、オーストラリアのサーブからスタートです。オンチーム返しています。ここはしっかり見切ったって感じ。良かったです、良かったです、はい、オーストラリアはまず1ポイント先取したのは日本。オーストラリアのサービス、これを外に行きたいところでしたが、今日は外でのプレーが禁止されていますので今でもポイントになります。通常であれば外に出てそうですね、外にやってボールを拾いに行くことは可能なんですが、今日はできないルールですね、はい、ミスが出ました。再びこの流れでなんとか日本チームゲーム取っていきたいところです。はい、リフティサーティー日本リードです。日本リード抜いてほしいところ、いいリターン、いいリターン。オーストラリアも素早い打球を返します。来ました、山根選手も返す、リーが続く、いけるか、動画変わってしまいましたね。あの反応しただけで前田選手すごいなと思いますけれど、やっぱり難しかったですね。さあティオール、ここで決めたい日本、ハシタク坂部選手、前に行く、ナイスキャッチ、坂部選手いいところでカバーしました、ナイスキャッチ、右が続く、決めたい日本、ナイスミスを誘った、よく守った、2人ともナイスディフェンスでした、はい、集中だ、30-40ブレイクチャンスです、ブレイクチャンス、いけ日本、オーストラリアチーム動揺していますかね、ちょっと、まあでもまだ低調心ですかね、ま、ただちょっとオーストラリアチームミスが増えてきたなという印象はあります、ね、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、ちょっとでかいか、ただどちらかで日本選手の動きが良くなってきた印象ですね。さあ、ディウスです、非常に大事なゲーム、ここは落としたくない、ブレイクしたい、惜しい、日本返した、丸選手、ラリーが続く、いいクロスにボール、このラリーを制するのはオーストラリアか日本どちらか、丸選手返しました、ラリーが続いております、このラリーを取りたい日本、スロール、えっ、ギュッ、ラリーがものすごく続きました、前の選手の方にボールが非常に集められていて、はい、でちょっと崩れたところで草壁選手に叩いたというのはちょっと悔しいですね。アドバンテージサーバー、サーバー、オーストラリア返した、草壁選手追いつきたい、日本いけるか、両者一歩も譲りません、ナイスボール、前田選手ナイスボールです。草壁選手のチェンジのタイミングも絶妙でした、コンビネーションがなせる技です、ナイスポイント、ディウス、日本、メルカ、うわーしゃー、いいログで、相手は背高い分、相手の日本の方も足元にボールを集めようとしてきてるんですけど、今はそれがラミに出て落としすぎてネットにしてしまいました。アドバンテージ、さあレシーバーです、シーバー、ブレイクポイント、決めたい日本、オーストラリアも譲りません、リーが続く、よし、
決めた。ブレイク、ナイスブレイク、日本決めました。これは大きい大きい。第2セット分かんなくなってきましたね。このまま逆転狙えてきましたね。逆転もなんとしてもこの流れでいってもらわなければ。追いついた日本、いきましょう。2-2オール、坂部選手のサーブ、坂部選手サーブも全く安定しているので、このゲームは結構有利なはずなので、しっかり取ってもらいたい。はい、そろそろボールにも慣れてきた。そうですね。あ、おっ、おお、返した。今のスマッシュレマテがですね、金網に当たったんで、はい、軌道が変わったんですけど、草壁選手いい動きでしっかりキャッチしました。いいポイントでした。50ラブ、草壁選手のサービスです。惜しい。しっかり金網がじゃなくてガラスを狙った、いいサーブ打ってきましたね。スカンド打ちました。スカンドもガラス集中してる。そして一歩も譲りません。前田選手返します。惜しい。坂部選手今自分でもっとこっち動け、もっとボールこっち来いよという反応をしました。しっかり動けてますね。はい、セーフティーオール。そろそろオーストラリアの速い打球にもついていけちゃう。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、返す日本。ラリーが続く。おっ、しゃすごい。日本代表チーム追い上げております。いや、コードボールをしてそれにしっかり反応してコンタラで返すって素晴らしい動き、いい動きで集中してます。日本代表チーム逆転に向かって進んでおります。いや、ここは絶対キープしたい。サーティフィフティ、草壁選手のサービスです。シャー、ハーショー、坂部選手の好調、好調、いい流れです。はい、この流れでこのゲームを取りたいところ。いや、取りましょう。はい、絶対取ろう。フォーティフィフティ、フォーティフィフティ、坂部選手のサーブです。前田選手が返します。お、返した。坂部選手返します。2つの壁で先に横の壁に当たるか先に後ろの壁に当たるかで弾道が全く変わってくるので、今はちょっと微妙なところで判断を誤ってしまいましたね。まだゲームポイントは続きます。40-30、坂部選手のサービスです。前田選手打ちました。よし、ゲームキープ。相手のミスを誘発しました。よし、よくやった。逆転、日本逆転しました。逆転ですね。 3-2 です。あと1ゲーム取れば、あと6ゲーム取らなくちゃいけないので、あと3ゲームですね。3ゲーム、結構動きがもうボールに慣れてきた。ちょっと、いや、動きが良くなってきましたね。オーストラリアのボールやっぱ速すぎて動きに慣れるというよりか、もういかに上げさせないかっていう組み立て考えるってところですね。そもそもその素早い打球をもう変えさせないっていう。再開します。はい、でゲームカウントオーストラリアから見て 2-3、 日本1ゲームリードで第2セット始まってます。前オーストラリアチーム、後方日本チームになります。間に合わないか。オーストラリア上が強いんで、なんとかそこを封じたプレーをしたいところです。オーストラリア
とやっぱ去年もやってるんで、はい、そこら辺の対策は抜かりなくやってると思うんですが、やっぱり実際に始まってみると想像以上の線の大きさと手の長さ、あとパワー、パワーこう並んでみると、これ遠近法じゃなくてマジでガタイがでかいですよね。奥の方がちっちゃく見えがちなんですけど、本当に体が違うんで。スツナリアチームのサービスから始まりました。アナ選手返します。いやー、あーつい。バハダデパレット。いいところに打ってきました。オーストラリア代表ナイスショットです。今オーストラリアがサーティー。そうですね、サーティーラブです。オーストラリアのサービスです。当たってしまった草壁選手。ミスが出てきてしまいましたが、まだ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 狙ってもらいたい。ラブフォー、ウォートフォーディラブですね。ディラブ。S マイヤ選手。はい。ものすごくオーストラリアが詰めてるけど、草上がりナイスキャッチ。来ました草上がり選手。おっ。ああ悔しい。悔しい。いい感じで続いて相手を下げさせて一瞬主導権握ったんですけども、やっぱおしゃれ機動力もありますね。うん、難しい。はい、ということでゲームをオーストラリアが取りました。3オール、3オール。また緊張のゲームが続いていく形になります。集中していきましょう。はい、前田選手のサーブです。いいリターンだ。それはもう負けじと返します。しっかり切ってる。強い。ラン15なんとか取りたい日本。前田選手のサービス。いやー悔しいな。ちょっと草壁選手が焦ってしまいがちなんですよね。攻撃の要なので、はい、機能しないとそのゲームの流れっていうのもつかめないので、なんとかしてポイントを取っていきたいんですけど、それが意識が強すぎるとちょっとミスが早めに生まれてしまうっていう難しいところです。これ決めたい草壁選手。ここもミスってしまった。草壁選手今相当どうしようかどうしようかって悩みながらのプレーなんだなと思いますね。いや集中してペアで修正していきたい。はい、ここからの軌道修正。レイクポイント、ラブ40です。マヤ選手のサービス。しますオーストラリア。おセンター鋭いところ狙ってきましたがミスになりました。危なかったところ。なんとか追いつきたい日本。さあもう一本。しました前田選手。お願いします。ここでブレイクを許しました。オーストラリアは再びリードで 4-3。 日本1ゲームブレイクを許しました。また1ゲーム追いかける形。そうですね。つきたいところであります。平野さん自身がパデルを始めたきっかけみたいなのって。僕はあれずっと公式テニスやってたんですけど、はい、どこか の、 あのネットのサイトでなんかはちゃめちゃなテニスがあるというところで、テニスコートの周りに金網とガラスがあってっていうところで、これちょっと面白そうだなと思ってやってみたところハマりまして、当時所沢にしかコートなかったんですけど、はい、片道1時間半ぐらいかけてやってましたね。でそこからもうずっとパデル1本ですね。やっぱテニスって結構パワーですとか、はい、まあ、サーブですとかそういったもので結構試合とか強いとか変わってくるんですけど、パデルはそれも戦略性ってものが入ってきていて、自分はパデルの方が
まあ、やってて楽しいかなっていうところですね。あとはやっぱ初心者の方でもやりやすいので、そういったところが、まあ、パデル楽しくやれて続けられてる理由かなっていう感じです。なるほど。日本チームが50ですね。こちらでオーストラリアチーム1本ミス誘いましたので、ラブ15です。オーストラリアチームのサービス、よろしくお願いします。返した、ナイスリターン。ラリーが続いています。早速坂部選手、いけるか。両者一歩譲りません。このラリーを制するのはどちらか。何としても決めたい日本。前田選手、坂部選手もリターンします。うわー、それでボール来たな。難しい。ナイスボールだ。オーストラリアのナイスボール、非常にいいボールでした。ナイスラリーだったんですけどね。続いたラリーを落とすとやっぱり精神的ダメージも大きい。相当みんな魂込めてやって、それで負けちゃうっていうのが一つ積み重なってくるって感じですね。切り替えて取りたい日本。うまい。押した前田選手、いいところにロブがいった。決めるか、坂部選手。相当悔しいですね、今のは。しっかり相手のコース、ここだって決めて打ちましたが、ちょっと体のバランスが悪かったかもしれないです。オーストラリアのサービスで追いつきたい日本。早いオーストラリアの方。ポイントを積み重ねていきって逆転したいですね。オーストラリアのサーブ30-40です。40-30ですね。しかし今リターンミスってしまいました。これで 5-3 オーストラリア。このオーストラリアが次のゲーム取るとオーストラリアの勝ち、日本の負けとなります。しかしここででも草壁選手のサーブ切り崩していきましょう。見てほしい草壁選手。いやー、いいコース、いいコース。前田選手、ナイスリターン。前田選手がいいところにチキータ打って、前田選手ちょっと前に行くのが遅かったかもなと思いましたけど、しっかりコースいいところ行ってきました。ナイスポイント。このままポイントを取れるか日本。おー、行ったり来た。しかし押されミス。ミス。いいですよ、いいですよ、流れはいいですよ。坂部選手のサーブ、スコアを直していませんでした、ごめんなさい。前に詰めておきたかった。坂部選手のいいアタックでした。サティフィティ、坂部選手のサービス、ナイスサーブ。センターにいいサーブいきました。坂部選手のサーバースライスもいっぱいかかってるんですけど、若干横向きの回転かかってるので、はい、レフティーなのでちょっと慣れてないと取りにくいんですよね。いいサーブ、これもいいです。こうしてこれがアウト。坂部選手、ナイスキープ。チェンジコートで 5-4 でオーストラリア1ゲームリードで第2セット折り返します。
はい、ではオーストラリアのゲームからスタートです。 5-4 サーフィングスコーザマッチです。違いますね、これもサーフィングスフォーチャンピオンシップですね。アジア一番の国を決める大会。あたー、届かなかった。まだ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 。フィフティラブ。オーストラリアのサーブ。ティームス選手も非常に背高くてサーブも良くてアタックも強い選手なので非常に厄介です。ここは何としてもブレイクしてほしい。いいリターン。お願いします。オーストラリアナイスキャッチ。坂部選手確実に返します。こちらも上のボールが速い。おすごい。おナイスキャッチ。お願いします。粘りを見せます日本。よっしゃ、 っしゃ、いい粘り、素晴らしい。これが大事です。これを積み重ねていきたい。あ、日本確実に動き良くなってますね。フィフティオール、このゲームなんとしてもブレイク、なんとしても取りたい。オーストラリアのサービス。ティーム選手サーブファーストが全然入らないですね、うん、日本としてはありがたいですが、しかし背高いところから来るアタックはやはり強烈です。すごい、出てきた。オーストラリア前を取ります。日本前キープ。まだ前を取る日本。ウルトラがします。前田選手いきますよ。スケープ、いいところ。よし、壁が詰めてる。ナイスコミュニケーション。これが現在ついてます。なんとしてもこのラリーを制した日本。いいロブです。惜しい、惜しい、アウト。ボール1球分ってところでした。いいラリーだったんですが悔しいところ。オーストラリア選手はリラックスしながらプレーしているようにも見えますが、いやー、ここ集中して一つ返していきたいですね。フィフティーサーティー。オーストラリアのサービス。ごめんなさい、サーティーフィフティーでしたね。打前の選手。坂部選手返します。フェイント。すごい、すごい打球。粘る日本。ボールが来る。ナイス。なんとしても取りたい日本。いいところに行った。ナイスショット。池田選手、今シーズン下がりながらのものすごくいいところにポーズ決まりました。日本粘り勝ち。いや、絶対にここはブレイクです。サーティオール、会場も破滅してます。なんとしてもブレイクした日本。ものすごくいいとこのサーブだな。つらい。ほとんどもう直前で跳ねるサーブ、相当スワスもかかっているので取りづらいです。チャンピオンシップポイントです。あっと伸びなかった。オーストラリアの勝利。団体戦オーストラリアのアジア大会優勝が決まりました。優勝はオーストラリア。日本代表チーム後半かなり惜しいところまで行って盛り上がってきたところですが、一歩及ばずでしたね。オーストラリア選手、いや、歓喜の湧いております。パワーとリーチ、やっぱりですね。まだまだオーストラリア強かった。ちょっと縮まった気もしますがね。惜しくも負けてしまいました日本代表。次こそはリベンジですね。まあ、この後もう1試合ありますので、そちらを見ながらやっていきましょう、はい、結果的に日本対オーストラリア、ゲームカウント 2-6
4-6 でオーストラリアの勝ちとなりました。惜しかったですね、2セット。はい、草壁選手サービスの時はかなりそうです、ね、いい流れ、非常にアタック良かったんですけれども、いや、やはり上を圧倒的に制されるっていうのが相当辛いですね。非常にオーストラリアいいプレーでした。はい、じゃあ引き続き、じゃあこちらの Facebook ページで第3戦の様子また改めてお送りしたいと思います。はい、じゃあ第2戦はこちらで一旦終了とさせていただきましょうか。よっしゃ、締めましょう。はい、ありがとうございます。拍手のコメントをいただきました。ありがとうございます。また後ほど皆様お会いしましょう。見ていただきありがとうございました。はい、では実況担当した徳永と、はい、解説入りました平野でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。シュート。